朝の会キッチンありがとう。宿題忘れた？それは取りに帰るか、今もう一度ここでドリルをやってください。いいですか？着席。何やってたっけな。なんか朝の会らしい朝の会って本当に小学生ぐらいしかしないじゃん。中高とかなんか担任があれだしね、ずっと授業するあれじゃないし、全然記憶がないな。気をつけ、これから朝の会を始めます。あ、なんかさ、何してたんだろう。歌ったりするのは卒業式か。何してたんだろう、思い出せんわ。結局ショートケーキ、すごい朝からショートケーキありがとう。もぐもぐもぐ。天気良くて服装悩むんです。今年初ニット着ちゃったけど、私大丈夫そう。今年初ニットです。もしかしてニットじゃない方がいいってこと？暑いの今日。昨日おととい寒い。確かに週末あったかくなるって言われた。週末じゃん今日って。わ、もしかしてミスったかな。まあいっか、脱げばいいし、寒いよりはあったかい方がいい。東京より栃木2度低い、マジ？じゃあ今日寒いところに行くんだね。かわいい。餃子食べたいからもう電車乗って向かってる。餃子有名か。みんなひにゃぽすして、食べたやつ。寝る間つけて、夜寒いから気をつけて。はい、もう今インフルとかコロナになっちゃったら終年出れないからさ、マジで気をつける。こんな大事なカレー愛第2章みたいな日に出れないとか泣く。楽しみ、初学祭。ハートありがとう。なんかパンみたいなやつも、コッペパン。直しました。あら、アメリカとの時差でやられてんのか。独協医科大学だからお医者さんの卵がやっぱね。医科大学、全然何学部がある、医学部はあるんだろうけど、医学単科大学なのかな、医学部だけの。それとかなんかさ、いろんな看護とか放射線技師とかなんかいろんな学科があるのだろうか。保健学科とかね、卵の方々がたくさんいるのかもしれない。ライブ前にニンニクはさすがに気をつけてるので、終わったら食べたいな。
そっか、餃子にもニンニクが入ってるってことね。えらいね、なんかすごいじゃん。私正直こんな二十何年生きてるくせにあれなんですけど、わかんないんですよ。人のことをニンニクで臭いって思ったこともないし、自分がニンニクの料理を食べたことないはずは絶対ないんですけど、餃子とかに入ってるらしいから、なんかわからないんですよね、あんまり。でもさ、ニンニクを食べた後のタブレットケアがあるぐらい、やっぱ世間的にそうじゃないですか。だってさ、わかんないんですよ。だってさ、チョコレートとかも言うたら、チョコレート食べた後口からチョコレートの匂いするじゃん。それもまあ別にいい匂いではないじゃん、チョコの匂い。人によっては嫌いだろうし、なさ、何がさあれなのかちょっとわかんないんだよ。でもなんかみんな気にしてくれてて偉いです。だから一応、あ、そういうのはダメなんだと思って。なんかメンバーとかも次の日ライブがある時は二郎系ラーメン行かないよ方がいいよねとかなんか言ってる人いる。ラーメンにニンニク入っててニンニク臭いって言う、やっぱあるんだ。ちょっと一回行こうかな、二郎かなんか。ちょっと一回臭ってなったらさ、気をつけれるしな。ニンニクマシマシで得点か、嫌だよそんな。臭いの分かっていくってことでしょ。それ本当に臭かった場合反応どうしたらいいのってなっちゃうけど大丈夫。でもさ、結構そんな世間的に誰もが嫌がる匂い、分かってないんだよね。独協大学は埼玉にあって、医科大学が栃木に集めてきたよ。あ、なるほどね。でもそれあるあるだよね。私の地元の大学も、地元香川県大学多分何個かしかないんですけど、国立大学も医学部と農学部だけ田舎にある、学部が離れてる。だからそういうもんなんだろうね、埼玉と栃木。なるほどね。でもさ、そういうイメージよね、わりかし。理系の学部って違うとこにキャンパスあるイメージ。やれんのか、おい、やれんのかもさ。やれんのかのとこに、表参道にあるキャンパスの医学部というか、理系学部があったりして、びっくりした。研究しますからね、医学部、農学部。Never give up。 じゃーん。主人公は
ラマトリウム、理学工学建築系と文学各種は同じ敷地にキャンパスあったって書いてある。なるほどね。本日のカレー愛が出た。本日のカレー愛、理工学部だったから別キャンパスだったな。あるあるだよね、きっと。本当どの大学がとかじゃなくて全体的に。もう卒業したから言えるけど、私の大学も理系学部だけキャンパス別でしたね。楽しみ。どんな感じなんだろう。栃木見に来てくれるかな、学生の皆様。嬉しい、ガチで学園祭。結構個人的な話になるんですけど、今年初めて学生じゃない1年でして、去年までまあ一応学生だったからそういうのあったんですけど、全然東京だったけど、そういうのがさ、こう一年のあれとしてなくなった時に、今年運動会もあったし、誕生日にアットジャムの学園祭にも行けちゃうなんてマジで最高なんだけど、嬉しい。しかもカレー愛で初運動会でしたからね、今年。嬉しい。フェスの企画、いや、なんか運動会は何年ぶりとかって言ってた。毎年あるわけじゃないっぽかったけど、なんか運動会何するんだろうねみたいな話した時に、何年前にしかやってないらしくて、例年がどうとか分かんないってファンの方言ってたから、多分なんか 何周年とかで久しぶりに復活というか、まあ、2回目開催とかだったらしい。なんか新鮮だったな。
わ、すごい懐かしい。星投げてくれてる人いる。このなんかキラキラ星になる前のショールームギフト、あの無料捨て星時代の星。広告視聴指定ゲットしてくれたやつかな、ありがとう。なんか久々に見れてワクワク。じゃあ終わります。これで朝の会を終わります。気をつけ、レイ、ありがとうございました。皆さん1時間目の用意をしてください。1時間目は数学です。先生さようなら、さようなら、ありがとうございました、ありがとうございました。15位タケピー、14位フクロウ、13位ひなちゃん、12位あつのり、11位ガオ、10位静岡の天ぷのタケ、9位カンズ、8位カメレオン、7位ターボー、6位やまびこ8号、5位つーちゃん、4位ともにゃんびさ、3位たかしさん、2位マーボンニュース、1位はつよ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 です。ありがとうございます。はい、ちゃんと教科書を忘れずに持って行ってください。それじゃあ学園祭楽しんできます。バイバイ、楽しんできます。4時とかですけど、はい、バイバイ。